ジミーさん、いつもお世話になります。久保です。今日はですね、ナイト2000、トランザムで、早朝のドライブに来ています。いや、いい時期になりましたね。ちょっと涼しくって、肌寒いくらいなんですけども、まあ、車の温度も上がらないですしね、安定して走れるなと思っております。まあ、夏場はですね、30分くらい走ると、温度がすぐに100度を超えてしまって、まあ、車を止めるみたいなことがね、あったんですけども、まあ、それも楽しみの一つかなと思います。そして最近は、今日はやってないんですけども、このね、ティーバールーフをオープンにして、フルオープンにして、結構ドライブする瞬間が増えてきて、いや、この開放感ってのは、なかなかサンルーフとかでは味わえないようなものもありますし、一般車両をね、こうやって天井が開けられないような車ではないようなね、開放感がやっぱりありますね。そういったトランザムの魅力、旧車の魅力、アメ車の魅力とともに、前回ジミーさんにいただいたようなね、いや、旧車を持つことってのはどういうことなのかなってことをね、やっぱり、もう改めて深く感じることが多かったです。私の場合は結構憧れで、えいやと購入してしまった勇み足の部分もあってですね、メンテナンスに関してはすごく気にしたんですよ。近くに、私のみたいな小さな町には近くにね、アメ車の店とかほんとないんですよね。で、町の工場とかあるんですけども、やっぱりね、輸入車とかっていうのは敬遠されてしまって非常に難しいんですよ。ただですね、真面目に探すと結構あるんですよね。アメ車ファンの方がちっちゃいガレージをされていて、軽い修理なんかやってますよみたいなところが何件かありますんで、これからそういうところにね、細かく足しげく通わせていただいて、まあ、いろんなね、お話を聞いたりとか、それからやっぱり信頼関係を保つために、なんていうんですかね、まあ、惜しげもなくって言ったらあれですけども、多少の出費を、まあ、許容しながら、上手に付き合っていきたいと思います。やっぱり私の場合は、この特殊車両になってきますんで、大阪の高音さんとかね、それからこれを購入させていただいた、エリア101さんとか、非常に遠いところにしかありませんので、小回りの利く修理っていうのは、地元の、仲良くなったアメ車ファン同士、それから旧車ファン同士、できれば、ナイトライダー、トランザム2000、ナイト2000ですか、この車両ファンの方とつながることによって、本当に人と人とのつながりっていうんですかね、そういったもの、主治医を見つけるっていう風にね、ジミーさん言われましたけども、私の場合は主治医とともに、ナースも、そして介護士も探さないといけないなというところで、それもね、このナイト2000とトランザムと一緒に、この時代を歩む楽しみの一つかなと思っております。いろいろ教えていただいてありがとうございます。ちょっとこれからもね、ドライブに行ってきます。今スーパーの駐車場に止めて、もうそんな危険なところではないんでこうやって撮ってますけども、走行中はですね、撮影ができませんし、私もね、そんな余裕ありませんので、また別の機会にですね、動画をお送りしたいと思います。今回はですね、ちょっと遅れたんですけども、ジミーさんへの感謝を申し上げたいと思いまして、今回の動画にさせていただきました。それでは、行ってきます。Come on, welcome aboard.